天然痘に似た症状が出るサル痘と呼ばれるウイルス感染症がアメリカでも確認されました18日水曜日、マサチューセッツ州の公衆衛生局はカナダへの旅行から帰国した男性1人がモンキーポックス、サル痘に感染したと発表しました男性は隔離入院されていますが、症状は安定しているということです サル痘が人に感染した場合の致死率は1%から10%だということです。一方、19日木曜日、ニューヨーク市の保健当局でも感染の疑いのある患者1人を市内の病院で隔離入院させ検査を進めていると発表しています。